見てこれ、忘れ物の MV のやつ、いいやな、めっちゃいい写真やな。うわいい、パン食ってる。これ河川敷、あのガチのとこやもんな、二子玉川。二子玉川のあの四字熟語で笑うな。せーの、こんちゃす。どうも、なげです。かげです。なこなこです。じゃあ、はい、ということで、ついに、はい、やってまいりました。今日はちょっと、声でかすぎん。ジャイアン、いきなりカメラ回りだした。はい、ということで、今日は隣の人、いきなりびっくりするから、はい、ということで、グーッて、それ、今日は、はい、ということで、今日は動物園のスタッフに、マジ静かに、あの、イルカショーじゃないから。じゃあ、わかった。はい、ということで、ちっちゃいね、究極の選択だったね。 ASMR、 ASMR やめて、あれ、ゾッとするから。はい、ということで、今日は喋りに行く。ちょ、なんか挑戦しにくい。喋りに行く。はい、ということで、何回言うの。コウくんの学生時代の写真公開、イエーイ。はい、この前、なごみの、まあ、卒アルとか学生時代の写真を公開して、はい、でそれをすごい好評いただいたんですけど、 やばかったよ。もう TikTok でももう300万再生くらいいって、ね、で言ってた。 YouTube も今150万再生、うん、で今回、はい、これ僕相当プレッシャーエグいです。いや、コウくんのな、やっぱ行きません。どこに再生しません。どんぐらいやかというと、半沢直樹のクール終わった後の次のドラマぐらいや。あれ、何やっけ、二度もすいません。何で笑ってんの。何で笑ってんの。え、ちょちょ、何やったっけ、何やったっけ、意外しな。二度もすいません。ちょ、待って、え、ちょ、ね、なごみと同じ世界生きてた。ちょ、待って、絶対違うなと思ってんけど、分からない。え、何これ。二度もすみません。意味わからん。どういうこと、悪いことした。全く意味が違うから。でも、はい、ということで、で、まあ、そのなごみの企画をやった時に、こうくんの写真も見たいっていっぱいもらったから、こうくんにも集めてもらいました。親に頼んだり、友達に頼んだりして、はい、俺がちょっと久しぶりに見た写真とかもいっぱいあったから、それを今回公開していきたいと思います。はい、じゃあ早速企画の入っていきましょう。よし、行こうか。はい、ということで、はい、まあ、まず中学校な、まあ、なごみとかさ、うん、視聴者のちょっと俺らより若い子と違って、うん、実は僕たち中学校の時俺らガラケーやってん。白黒。いや、白黒はもうちょい親の世代。親の世代のあのごっついでっかい受話器みたいなやつやから。いや、でマジガラケーでデータがそもそもないんよ。あ、そっか。そう、データがないから、うん、今回ちょっとあの卒アルの写真をちょっと公開しようかなと思って。あ、卒アルあったよ。よかったよかったよかった。え、中学校にして初めてかも。え、マジ。え、2ミリ。いや、あの、坊主終わってちょいソフトモーション。ちょっと野球部が生きるやつ。ちょっとワックスつけられるやつ。引退していきなりちょっとおしゃれ坊主するやつ。いきます。はい、こちらです。バーン。いやうるさ。誰か死んだ。誰か死んだ。なんやねん。何？ちょっと何？分かるんですね。分かるんですね。怖いよ。何？誰がいないかってきたんやねん。ちょっと待って。うわー、マジ最悪やねん。え、可愛いで。いや、ほんまに可愛いで。可愛いけど、前に好きな子いた。カメラマン好きな子とか、アリスの館みたいに前で怪しいおもちゃ持ってる人おらんで。おらんで、ね、おらんで、ね、それで笑ってるんじゃないんよ。え、ちょっと、んって。え、でもこれ顔は重くない？え、全然ある。え、ある？え、でもこうくんじゃない？え、マジ？え、みんなどう？この時が15歳。今23歳。え、でも可愛いな、なんかさ。確かに幼いわ。可愛いよな、めっちゃ。こんな感じ。幼い。あの、決してこれ、みんな勘違いしてほしくない。なごみのやつはもう、橋本環奈さんレベルになっちゃって。いや、でもね、そんなんさ。え？叩かれたり。いや、叩かれてるだけで、あれだ、みんなな。いや、本当にそうみたいになったから。え、そう思ってんじゃん。思ってないって。思ってない。思ってないって。え、二度も許しません。決して僕のやつは、これ、勘違いしてほしくないんですけど、これ、この写真とか、あの、おたるの城実写版ではございません。
なごみはあの美少女、本当それ。俺はおさらの実写版ではございません。でもタイトルには、こうくんの美少年すぎたって書く。こうくん、上野動物園いたじゃない。上野動物園にこうくんおったとかね。黄色の帽子のおじさんと手つないで。それはおさらの少女で、ユニバおんねん。ユニバやねん。ユニバやねん。で、次、かわいい、めっちゃ。どんどんジョージ出していきます。てか、こうくんじゃない。今もだってそのちょっと童顔チックやからさ、幼いけど、あんま変わらんのかな、うんうん、じゃあ次、はい、高校生ですね。高校もな、幼いんやな。いや、高校やったら何年前だって、高校の、まあ、16、17ぐらいから、言うて6年前とか、6年前とかやったらそんな変わらんの。いきます、こちら、じゃん。なあ、こうくんやな。うそやん。こうくんじゃない。俺、なんかやっぱなんか目鼻口がはっきりした。ああ、でも確かに、でもまだ幼いやっぱり。幼いけど、やっぱ中学高校でなんか、ね、くっきりのが違う。めっちゃかっこよくない。高校生が、じゃあ上野動物園で持っててました。今ミッキー指さしていいけど。ミッキー、ミッキー、あ、ジョージの方ではなかった。ユニバ対ディズニーになってて、ポーズは。めっちゃかっこいい。まあ本当にでもすごい、やっぱ見たら分かると思うけど、俺なんかこういうさ、やっぱりちょっと普段ちょっとバラエティキャラみたいになってるけど、顔整ってるからな。いや、ほんまに。どう？でもこれどう？かっこいい。いや、ほんまに？なんか今と変わらん。もう一回この顔するわ。なあ、でもこれで帽子かぶらんで、こうやって隠したらさ、変わらんじゃん。ほんまに全然もうこのまんまって感じ。こうくんはこうくんやわ。マジ？うん。これ見てた。次。次は何年生？次も高1とかかな、はい、高校生。こちらです、ドン。ワクワクさん。何があったん、電車の中に。ワクワクさんではないよね、これは。なんでこんな白い帽子かぶってるかというと、確かに配られて高校で。なんで高校で、なんかまあ夏、うん、暑さ対策でこの帽子か、うん、麦わら帽子どっちか選ばなくて。やったらこっちやん。それで白い帽子、麦わら帽子やったらトラさんになるからさ。みんな全国に麦わら帽子かぶってトラさんになるから。そう、これはどう？でもさ、いや、俺のほんまにてかさ、超痩せてんな、やっぱ部活とかしてからかな、うん、今大きだったんかな、体。大きな子供ちゃう。でもかっこいいやん。ちょっと待ってる。こん時の方がやっぱりさ、肌も焼けてるからさ、うん、なんか男らしくない？すごい。嘘よ、今の方がちょっと女の子、やっぱ髪の毛とか。女の子は言ってないけど。あ、今の方がすごい、あの広瀬すずさんみたいな感じ。うん、全然違う。うん、おさちゃん。おさちゃん誰？おさるなっちゃう。おさちゃんってあのこれの方になっちゃうからさ。おさはちんちんの方。最悪マジで。ほんまに。やめて。やめて。二度も許しません、二度もすみませんとか、そっから調子狂ってるから、最初から狂ってんね。はい、ということで、今日はガイドさんやね、修学旅行のガイドさんやね、バスガイドさんやね。でも変わってないと。うん、かっこいい。でもやっぱりさ、男の人の方が変化はない気がする。あ、そうだよな。なんか女の子の方がさ、うん、化粧とか美容とかいろいろしだすから、うん、確かに。じゃあこれ私服バージョンいきます。うん、私どんな服を着てたか、ここも重要やからな。こちらです。ここ。じゃん。ほんまに。どういうキャラ？これはあの神戸の海へ、アンパンマンミュージアムがあって、そのドキンちゃんのところで写真撮って。これは学校で配られてる。私おっちゃん描いて、これはおしゃれに被ってるニューエラや。お前これに学校で配られるやつ、俺そのまま私生活に被ってるやつある。おしゃれな感じで被っとんで、そんなお金ないとかないね、お前。どうよ、じゃどうよ。かわいい。かわいい、やっぱ変わらん。ちょっと変わらんかな。俺変わってないかな。どういうリアクションやってるかって。じゃあなんかさ、俺も思って、なごみは可愛い中でも、うん、いろんな可愛いとか、なんかちょっと顔変わってたりして。そうやな。そう、自分の好きな系統によって。そうとかメイクとか、まあ、髪型とかでさ、変わってていいけどさ、俺全部一緒じゃない。なんか髪型もあんま変わらないし。同じ系列じゃない。時代が一緒だよ。でも機能じゃないよな。機能じゃない。さすがにそこは言ってないけど。じゃあ次、高校の卒アル。よ。これ古いよ。こちらです。はい、どう？じゃん。ちょっと待って、ピカソの卒アル出してきた。これはピカソではない。
ないんですけど、これあの事情がありまして、何俺たちの高校休んだ休んでこんな演技されへんの、休んで汗見てあの右上とかになるやつだから、あの俺実は、はい、授業で美術と音楽選べて、俺美術やっていいんだけど、美術やったらな、この卒アルがな写真じゃなくて絵になんねん、そう、絵が貼られんねん、クラスの写真のとこに。え、じゃあ音楽選んでたら普通の写真ってこと？あ、音楽やったらどうやって、音楽やったら楽器とかでしょ？楽器とか、あのモーツァルトとかではない、モーツァルトとかではないねんけど、でも俺の美術の時、写真やって、そんなんある？学校で普通にさ、ちょっとさ、ふざけてもうて、こんな絵なってさ、俺ふざけた、まあまあガチで描いてた、あの、お母にさ、高校の卒アル写真送ってくれんって言って電話でな、あ、わかったって言って送られてきたら、これ送られてきて、お母にどういう心情お母、何も文字もなしに写真だけ送ってきて、お母受け止めてたなあ、これどう、どうよ、なんだ、なんだ、何なの、え、倒れた、倒れた、何何なんだ、なんだ、なんだ、え、罠、え、罠、鼻鼻水鼻くそ、何なんだ、何なの、え、何今もついてんねん、鼻毛、鼻毛、え、鼻毛でそんな笑ってた、鼻毛がさ、何、え、鼻毛さ、ついてるね、鼻毛ついてるのがさ、ちょっと出てるわけないけどさ、こうやってさ出た瞬間、飛んで、こうやって飛んだ瞬間見ることなくて、なんで笑っとんと思ってうん、でまたついてんね、え、どこある、撮って、ほんまやばいと、ほんまやこれ、ポンって、え、これが飛んでって、そんな笑ってんのつけたなんで俺の写真で笑ってそんな笑ってんのめっちゃ笑ってる、何、もうそろそろネタが切れてきましたネタも切れた、卒アルじゃないんやな、ないな、珍しいな、じゃラスト、はい、ラストこちらです、ドン、え、くしゃみするとこじゃない、くしゃーんとこじゃないよあれえ、くしゃみ選手権みたいな、あ、全然違うよ、何言っちゃうよ、甘栗剥いちゃいましたです、甘栗剥いちゃいました、そっちか、そっちです、そっちか、そっち、あの栗剥いちゃった方やから、剥いたら出てくるからえ、でももうなんかマリモッコリやな、でも、なんかまあ他にもいっぱい写真さ、こうやって今見とってもさ、うん、まあ顔は正直変わらんけど、うん、そのコウ君の高校生時代知らんかったから、うん、コウ君のその高校の時の性格がめっちゃ知れたかも、あ、え、どんな、今と変わらんねやろなみたいな、ずっとふざけてさ、こうやって変顔したりとか、マジで中身も外見もほんまに俺変わってないかも、うん、基本も昔からなんかふざけたりさ、変顔したり、ほんまになんかこんなキャラでめっちゃ笑かすみたいな、けどモテるみたいな、あーそこ反応薄い反応薄いやめろ反応薄いやめろ、でもよかったなって思う、嫌かなこそこういう仕事、あ、そうそ そう俺はマジでそう思ってて、なんか俺このままサラリーマンやっても俺ってあなんか活かせれへんなみたいな、俺が得意としてることみたいな、笑わすこと、でもそうやって言ってすごいハードルが上がっちゃうんですけど俺こうやって喋りながらなんかふざけたりできて、あ、うん、今ほんまに俺この仕事がすごい好きなんやなと思って、確かに、だから今日のタイトルとサムネは好きなことで生きる本出したよ、よく YouTuber になるよ、社長とかもやってて、中田敦彦さんとか、あ、タイトル YouTuber の好きなことで生きるめっちゃいい感じで終わったよ、今度そう、でもマジでそうだからほんまにこの仕事ついてよかったらって、まあ俺の性格上、うん、すごい思う、終わり終わり終わり、締めた今俺はい、ということで、あの締めてしまったんで今ここら辺でちょっと終わりたいなと思うんですけど、はい、どうでしたか、なごみの美少女と比べて今回僕何点でしょう、何点、俺はなごみを100点中も150点とかやって、あの学生の写真を見てな、でみんなもそうやったと思うんやけど、なごみは何点やったの、トータル、トータル、ドゥルル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 ル
あ、高かったんけど。なんで？だってさ、今とそんななんかめっちゃ変わる感じじゃないし、今の高校ちょっともうちょっと若くして可愛くしたみたいな。うん、だからもう全然変わってないなっていうところが良かったってこと。あ、そうやな。あ、よかった。あとはなんかその高校時代をいろいろ知れてよかったなって思う。知らんとこ嬉しい。そう、これなんかちょっとそう聞けて嬉しかった。一番はやっぱ卒アルがかっこよかった。よし、え、あの横顔のやつもしかして。横顔のやつな、あ、ピカソのやつ、あれだけあの黒歴史です。あれだけ後悔します。はい、ということで、はい、みんなもちょっとなごみのあの動画すごいコメント多かったから、俺ちょっとバリ対抗してくるよ。頑張ってグッドボタンとコメントを絶対お願いします。ということで今日の動画はこれでありがとうございます。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバーイ。どうやろう、え、ジョージやった？いや、鼻毛。もう鼻毛の記憶しかない。めっちゃ笑ってた。一番笑ってたんじゃん、動画で。